はいどうも、走れおいチャンネルです。今日はですね、昨日一緒にコラボしましたこちらのプロスピー YouTuber のりょこいさん、昨日キャッチボールをしたんですけど、イップスで、高校野球を終えたということで、今日はりょこいさんのキャッチボールを研究しながら自分が持っている知識をぶつけてですね、少しイップスの改善に努めていこうと思います。まずりょこいさんの投げ方として、ここですね、こうまっすぐ投げれる時もあれば、逆に手首が固まってしまって抜けてしまったり引っかかってしまったりする場合がありました。こちらがですね、引っかかってしまったボールです。この時はリリースがかなり前になってしまっていて、まあ、ショートバウンドというかワンバンになってしまいました。で、まあ、こういう手首の硬直があって、まあ、かなりリリースがあまり安定しなかったですよね。それを見て自分が、この後思ったことをやっていきます。これが浮いてしまったボールです。今度は完全にリリースが早すぎて右上の方に抜けてしまいました。早速直していく動画いきましょう。はい、ちょっと早速やっていきます。一つ目は手首なんですけど、やっぱりこうやって、まず手首伸ばして、ちょっと待ってる。はい、こんな感じで前と後ろっていうんですかね、手首の前後を伸ばしていきます。固まっている場合はまずしっかりとストレッチをしてほぐすことを最初にやりました。これでこんな感じで前と後ろを伸ばしてプラプラした感じでリラックスをする状態を作っています。で、投げるときにこのしなりを使いたいんで、とにかく、まあ、まずは筋肉を伸ばしていきました。前と後ろを伸ばしています。この2セットを行いました。はい、では実際にボールを投げていきます。次は地面に強く叩きつけます。ボールを、自分の前に叩きつけてしっかりと腕を振ります。この時にボールを押し込むイメージ、しっかりと腕を振ってボールを前で投げてリリースを確認します。この時に思いっきり腕を振ることですね。強く腕を振って前に叩くイメージです。これ最後ね、指の押し込みを意識しています。しっかりと腕を振りましょう。で、これを何球かやった後に次りょこいさんにやってもらいました。イメージとしてはこの目先に目的を持って目標物に向かって投げると、その時に腕をしっかり取ることですね。で、縦のラインを意識してほしいので、上から刺すイメージでやってほしいとお伝えしました。実際にやってもらっています。上から叩くイメージでリリースを前で強く腕を振ってもらいました。で、1球目が多分7割ぐらいで投げたと思うんですけど、結構いいボール来てて、次から2球目から10割で振ってくださいとお伝えして、2球目ですね。はい、こんな感じで、地面に投げる場合は、イップスとか関係なく、かなり腕が綺麗に振れてます。で、しなって出てきてるんで、このイメージを強く持ってほしいんですよね。このイメージで投げるといいと思います。かなり、このボールに関しては良かったんで、この感じで、本当キャッチボールとかできればいいんですけど、多分いきなりはきついと思うので、ちょっとこれを何球か繰り返して行ってもらいました。はい、最後です。最後は、野球 YouTuber 向こうさんともやりました、真上にボールを投げるという練習ですね。体を使って、真上にボールを投げることにより、リリースを安定させる。そして、しなる練習になります。さっきは地面にやってるんですけど、今度は真上に向かって、ボールを投げています。この時も、りょこいさんかなりリラックスできていて、かなり手首もしなっていました。このイメージがあるといいと思うんですけどね。キャッチボールの時になるとやっぱ固まってしまうと思うので、この上にボール投げる時に関してはかなり綺麗に、腕が振れてると思います。はい、それでは次にキャッチボールをしていきます。この前は少しボールを、力んだりとか引っかかったりして、抜けてるボールもあったんですけど、今回は、この前よりは腕が振れてると思いますね。少し脱力をしてもらってリラックスしてボールを投げてもらっています。で、まあ多少の暴投はしょうがないということで、本当に腕を振ってもらって投げてもらってるんですけど、このボールを見てください。このボールに関しては本当に綺麗にストレートが、ストライク来ました。リラックスできてて、これは良かったですね。で、まあ、何球かばらつきもあるんですけど、こういう感じのばらつきもありますが、この前よりは、置きに来てなくて、まあいいボール来てるかなと思います。まあ、そんなにイップスってすぐに治るもんじゃないと思うんですけど、だいぶ、イップスになってから期間も空いてて、野球自体が久々らしいんですよね。まあ、それなんで、
初心の気持ちというか、もう野球のイップスのことを忘れてもらって投げてもらう、そんな感じでやってもらいました。あとは脱力をして、まあ、スナップスローを意識で手首をリラックスさせるという感じでやっています。まあ、先ほどよりはいいボール来てると思いますね。やっぱり地面に叩きつけたり上に投げることによって手首のリラックスができて、まあ、リリースが多少安定すると思います。まあ、それで旅行さんの方も投げてて少し、まあ、いい感じかなっていうのも途中で話してましたので、何球かですが、まあ、いいボールはあったかなという感じです。まあ、取っててもそんなに最初よりは荒れてなかったので、あとは本当に手首のリラックスと強振を取ってもらって、本当にもうボールでもいいんで強く腕を振ってもらうことを意識していただければいいんじゃないかなと思いました。何もない状態でこっちのこの反動で投げてクロスです。そうするとこっちって意識高くなるじゃないですか。この体の動作に行くと、そうするとどうするこのバランとしたので、その反動の中で力でなくて、はい、次にですね、少しスナップスローも入ってるんですけど、体の反発を使って投げてもらう練習がありました。左手を引く反動で右手を出すっていうのをやると、右手の意識がそこまでなくなってリラックスできると思ったのでやってみました。これも何球かいいボール来たんですけど、最初よりはいいかなって感じですね。この反動で、まあ、ストライク何球か来てましたので、これをやっていただいて、まあ、リラックスですね。やっぱりリラックスをして投げてもらうと、右手だけが固まるんじゃなくて体の反動で投げてもらうといいと思います。はい、というわけで、今回は旅行さんとコラボということでキャッチボールをしたり、ちょっとイップスの話をしたりとか、あとはイップスの対処法をやっていました。まあ、最初に比べてはやっぱり、リリースのポイントも少し安定していて、まあ、こう山なりのこういう置きに来たボールじゃなくて、まあ、少し腕を振ったボールが来たかなと思いました。まあ、あとはですね、まあ、いきなり直すのは無理だと思うんで、旅行さんと、これからキャッチボールとかをしていって、まあ、少しでも野球が楽しくできればいいかなと思っております。ちなみに旅行さんは野球 YouTuber ではなくですね、プロスピ YouTuber として、ゲーム実況をやっております。プロスピやってる方はこちらの旅行さんのチャンネルチェックしてみてください。概要欄にも貼っておきます。はい、というわけで今日はリコイさんとのコラボ動画でした。リコイさん、イップスを直してまたキャッチボールをしましょう。それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいね、よろしくお願いします。では、ありやした、ありやした、とどまることを知らない、とどまることを知らない、とどまることを知らない。チャンネル登録お願いします。